全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦を開始し3レース目を迎えたジュジュこと野台月順。6月23日にスポーツランドス号で行われた決勝レースは、悪天候とクラッシュの影響により12周時点の順位で終了となり、ジュジュはスターティンググリッドから2ポジションアップ、上位グリッドの1台が出走取り消し、さらに1台がクラッシュ。 の18位でレースを終えた。ジュジュが消えた、レース後のミックスゾーンで、ジュジュは自身にとってスーパーフォーミュラでは初のウエットレースとなった1日を振り返った。朝から雨で、フリープラクティスも誰がクラッシュしてもおかしくない状態でした。初めてのスーパーフォーミュラのウエットレースは、ハードだなと思いましたね。走れば走るだけ誰かがクラッシュしていくというような状況だったので、 帰ってきて岡田、秀樹、チームアドバイザー、さんが言っていたのは、ロシアンルーレットみたいだね、と。そんな中、TGM は2台とも無事に帰ってこられてよかったですし、クラッシュはありましたが、みんなが大きな怪我もなく追われたのはよかったです。予選後のコメントにもあったが、今回の土曜日は初めて、トラブルフリー、で走行することができていた。 正直、いい流れで来ていただけにもっとしっかり走りたかったという気持ちはもちろんありますけど、朝から雨が降り続いている中で、現地に来て何時間も待って応援してくれた方たちに向けて、少しでもレースができたということは、良かったなと思います。決勝日の雨は数日前から予報されていたため、過去過ごって雨が降った2021年、 予選日のオンボード映像を事前に確認。マシンもタイヤも変わっていますし、同じコンディションではないので参考程度ではあったものの、ウエットの走行をイメージして臨んだという。それだけに、しっかり雨も走りたかった、とジュジュ。もちろん、多カテゴリーではウエットレースの経験はあるものの、スーパーフォーミュラのマシンが跳ね上げる水煙の量は別次元だった模様。 セーフティカー明けのリスタート時、コクピットからの景色について問われると、どんな景色も何もないですよ。真っ白です。とジュジュは笑った。電車の真後ろに着いたらそれは見えないだろう。という気持ちはあったのですが、真後ろについていなくても、なんならそのストレート上に車がいなかったとしても、残っている水しぶきで全く前が見えない状況なので、 このくらいのカテゴリーになってくると、こんなにも違うんだな。って感じましたねその状態で。しかも前に多くのマシンがいる状況での1コーナーへの侵入は極めて困難。情報と言ったら横を見るしかなくて、それは慣れているサーキット、走り込んでいるサーキットだったらある程度わかるのですが、スゴーがあまり慣れていないので、そういった面で何も情報がない。っていう。 帰ってきてノブさん、松下ノブハル、ジュジュの後ろからスタートに聞いたら、ジュジュが消えた、って、わら、前述の通り、スゴッの予選日は順調に走行できていただけに、次戦の、富士もこの流れのまま行きたい、とポジティブに語ったジュジュ。その前には富士でのインシーズンテストも控えており、セットアップ面でも、ドライビングの面でもトライをしつつ、 走り込んでいきたいという。